Thank you.
さあいよいよ直線の攻防。さあ先頭に立ったのはカテアノサイレント、カテアノサイレント。先頭2番手はアイネルデュール、懸命に追いすがります。残り 200m、 アドバイアジャパン伸びてきた。プライム市電必死に追います。アドバイアジャパン先頭、2番手はプライム市電、ディープインパクト伸びない。アドバイアジャパン1着、アドバイアジャパン完勝。アドバイアジャパン1着、2着はプライム市電、アドバイアジャパン見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。
さあ直線に入りました。ここの直線は短い。ここで先頭変わりました。先頭はカタノケープ。残り 100m 三崎タービン抜けた。カタノケープ追いすがります。三崎タービン大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。
最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。あと 200m、 先頭はミュージカルチャイムズ、カタノピアリス。必死に追いすがります。カタノピアリス抜けた。ミュージカルチャイムズ追いすがります。カタノピアリス、カタノピアリス1着、2着にはどうやらミュージカルチャイムズ。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。カタノピアリス、まさしく日本が世界に誇れる馬です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。あと 200m、 先頭はヌロアドサニモン、先頭はヌロアドサニモン。残り 100m、 3頭の激しい叩き合い。カタノサイレント伸びない。アーティーシラー、アーティーシラー1着、2着にはどうやらウィッパー。勝ったのはアーティーシラー、見事な勝利です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。プリンスラック先頭、グレイミラ抜けた。ベラント賞追いすがります。一気にドクター D のグレイミラ、グレイミラ1着、2着にはどうやらベラント賞。勝ったのはグレイミラ、見事な勝利です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭はカタノライダー、カタノライダー先頭。2番手はオエレトレジャー。あと 200m、 カタノライダー先頭だ。残り 100m、 カタノライダー差を広げる。2番手はオエレトレジャー、完璧です。圧倒的な強さを見せました。カタノライダー1着、2着はオエレトレジャー。やはり中央の馬が強かった。勝ったのはカタノライダー。マイルから長距離まで各路線のエースが集結。府中の芝 2000m はスピードとスタミナどちらが欠けても勝てません。いよいよ天皇賞秋の発走です。さあ最後は大外枠の片野エッジ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。幕は揃った綺麗
麗なスタート。どの馬が先頭に立つでしょうか。カタノスカーレット、前に行きそうです。カタノスカーレット競りかけていきました。その外からタップダンスシチー、内からはエイシンチャンプ、カタノエッジ好位をキープ、その外にエイシンストリート、カンパニーそのうちに続いています。その外にハイエッジ、その隣にハーツクライ、その横に雪のサンロイヤル、その外からグラスボンバー。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度一気に先頭に立ちました。2番ローエングリーン、その隣にカタノピーク、これに続くのがポイントス、その外にタカラシャーディ、好位置をキープしています。カタノエッジ、内からはエイシンチャンプ、ダイワレーダース、そのうちに続いています。その隣にエイシンストリート、サンライズジェガー、そのうちに続いています。オレンジの帽子カタノスカーレット、その後ろ、その隣にハイエッジ、すぐ後ろにグラスボンバー、カンパニー、そのうちに続いています。その隣に雪のサンロイヤル。 1000m を通過、少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。1番人気のカタノエッジ現在先団です。さあ先頭はカタノピーク、タカラシャーディほとんど差がありません。ローエングリーン3番手、大外からピンクの帽子カタノエッジ伸びてきた、後続も追い上げていきます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。カタノピーク先頭、1馬身から2馬身のリード、2番手はタカラシャーディ、先頭を捉えるか。さあカタノエッジ一気に来た、カタノピーク先頭、あと 200m、 先頭はタップダンスシチー、カタノピーク必死に追いすがります。タップダンスシチー先頭、カタノスカーレット、カタノピーク、カタノピーク1着、2着にはどうやらカタノスカーレット、これが世界を制した実力だ。カタノピーク